スマホ買っちゃおう、モバイルドットコム。はいどうも、モバイルドットコム TV、ちえほんと椿です。よろしくお願いします。お願いします。今回なんですけれども、今買うべきおすすめアンドロイド人気機種ランキング、ミドルレンジモデル編ですね。はい、そうです、ミドルレンジモデル編でございます。2020年12月版ということでね、最後ですね。まあ、いよいよ今年最後という感じになっております、うん、1位から5位をねチェックしていこうかなと思います。一体どんな機種が入っているのか、皆さんもね予想しつつ最後までご覧ください。それではやってみよう。それでは第5位、オッポリノ 3A。 リノ 3A、 はい、前回もこの5位をすごく僕悩んだんですけど、うん、このオッポリノ 3A かオッポリノ A、 まあどっちを入れようかなっていうところで、うん、前回はねオッポリノ A だったんですけれども、変わったの？そう、かなりね売れ行きがいいっていうことで、今回はリノ 3A を5位にさせてもらいました。 6.44 インチの有機 L ディスプレイ搭載で、 CPU がスナップドラゴン665を搭載しております、うん、メモリ 6GB、 ストレージ 128GB で、クワッドカメラ構成、標準超広角モノクロポートレート、重さは 175g、 バッテリー容量は 4025mAh、 IP68 防水防塵対応、お財布携帯にも対応しております、うんうん、カラーはブラックホワイトの2色展開、どちらも綺麗な色味になっております。画面内指紋認証プラス顔認証で、スピーカーはモノラル、イヤホンジャックを搭載をしております。使いやすそうだね。はい、そうなんですよ。で、リノ A との違いなんですけど、大きな違いは3つ、 CPU が違う、防水防塵の性能が違う、カメラ構成が違う、うん、リノ A の場合はスナップドラゴン710なんですけど、リノ 3A はスナップドラゴン665、よりね性能が良くて快適なものを選びたいならリノ A の方が僕はいいと思っております。で、防水防塵の規格についてなんですけれども、オッポリノ A は IP67、 オッポリノ 3A は IP68 になっておりまして、うん、防水はこっちがいいんだね。そうなんですよ、防水性能はこっちの方がいいです。最後にカメラなんですけど、オッポリの A はデュアルカメラ、オッポリの 3A はクワッドカメラ構成になっておりまして、あ、全然違うんだね。そうなんですよ、よりカメラに力入れてるのはこっちと、自分が何を求めてるのかで機種を選んでいくのが一番いいのかなと思います。どちらもねすごくいい機種なので、ぜひねチェックしてみてください。ちなみに 35,800 円、これが SIM フリー版の価格となっております。それでは続いて第4位、アコーセンス4プラス。プラス、はい、プラスでございます。あれ、そっか。はい、あれそっかってなりますね。約 6.7 インチの液晶ディスプレイ搭載、 CPU にスナップドラゴン 720G を搭載しておりまして、メモリ 8GB、 ストレージ 128GB、 クワッドカメラ搭載しております。ちょっとね前回レビューをしたんですけども、ちょっとカメラがねいまいちだったよね。そうなんですよ、クワッドカメラの割にはちょっと物足りないかなっていう感じになっております。ぜひね概要欄にレビュー載せておきますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。バッテリー容量は 4120mAh、 重さは 197g、 カラーはブラック、ホワイト、パープルの3色展開となっております。個人的にはねブラックも良かったし、うん、パープルもねかなりいい感じで気になっております。最大2回の OS アップデート保証、 IP68 防水防塵対応やお財布携帯にも対応しておりまして、注目はステレオスピーカー搭載っていうところですね、うん、これはね、センス4はモノラルだったもんね。そうなんですよ、そこはねやっぱりアコーセンス4プラスの方が僕はいいと思っております。で、参考価格、楽天モバイルが 43,800 円、 SIM フリー版が 56,000 円という感じになっておりまして、ね、前回のレビューで、うん、カメラがやっぱりちょっと微妙だっていうところで、そうだね、あとちょっと重いかなっていうところかな。まあそれはね人によると思うんですけど、カメラはねやっぱりちょっと惜しくて、ただそこだけなんですよ逆に言えば。うん、大画面好きだもんね。そう、個人的には本当にそこだけ気になるだけで、カメラを使わない人にとってはかなりいい機種だなと思っていて、スナップドラゴン 720G で動作も快適だし、リフレッシュレート 90Hz にも対応している、ミドルレンジの中では僕はね貴重な存在だと思っていて、まあ4万円ぐらいで買えるっていうところもかなり魅力的なんじゃないかと思って、今回第4位にさせてもらいました。カメラを使うっていう人にとってはちょっと厳しいので注意をしてください。続いて第3位、 Google Pixel 4a。 おー、3位なんですね、はい、いろいろね考えた結果、2位と3位はすごく迷った、うんうん、はい、どっちが2位でも3位でもおかしくないと思うし、なるほど、はい、もう本当どっち選んでいただいても満足できると思います。そのあたりはやっぱり用途によるのかなという感じです。で、どんな機種かっていうと、 5.8 インチの有機 L ディスプレイ搭載、CPU にスナップドラゴン 730G を搭載しておりまして、メモリは 6GB、 ストレージ 128GB、 マイクロ SD 非対応でシングルカメラを搭載しております。シングルカメラなんですけど、ハイエンドモデル同等のねカメラを搭
載してることもあってか、まあ、めちゃくちゃ綺麗に撮れる、綺麗だよね、はい、あのポートレートと夜景撮影に関してはもう Google Pixel 4a がダントツ一番強いと思っております。でバッテリー容量は 3140mAh、 3年間の OS アップデート保証、重さは 143g と、ね、うん、軽いのが、ね、いいんですよ ね、 はい、防水防塵は非対応、お財布携帯対応で指紋認証には対応しておりますが、顔認証は非搭載なので注意をしてください。でステレオスピーカー対応で、このねステレオスピーカーってミドルレンジモデルまだまだ貴重なのでね、うん、確かにね、はい、あのこの辺りが欲しい人はね、ぜひ Google Pixel 4a を選んでみてください。でちなみにカラーなんですけど、はい、実はねあの新色が追加されまして、新色、はい、ジャストブラック一色展開だったんですけど、そうだよね、12月23日からベアリーブルーというのが追加で投入をされます。そうなんだ、はい、可愛らしいカラーがね追加されることによって、さらにね手に取る人が多くなるんじゃないかと僕は期待しておるんですけど、確かにこれさ一色しかないからちょっとって言ってたもんね。そうなんですよ、だから最初からこの二色展開だったら、まあ、もっとさ、うん、なんか話題になりそうじゃない、急に増えるんだね。急にそう、なんでこのタイミングで増えるんだろうって思ったんですけど、うん、あの急に増えます、はい、なので、ね、そのあたりも含めチェックしてみてください。参考価格 Google ストアが 42,900円、ソフトバンクが 49,680円、ソフトバンクについてはね、あの乗り換えとかでも割引がつきますので、低価格のミドルレンジ帯にカメラ性能を求めてる人はね、ぜひね Google Pixel 4を選んでみてはいかがでしょうか。それでは続いて第2位、 Redmi Note 9S。 あ、レドミね、はい、まあ、このあたりはね前回同様にはなってしまうんですけれども、うんうん、なるほど、あのやっぱり2位とねその3位って、まあ、結構悩んだんですよね。前回も悩んでたよね、うん、前回も悩んだ、はい、まあ、本当に、ね、この本当どれもいいんですよね最近のミドルレンジって、ね、で今回選んだ理由としましてはやっぱり安いというところですね、うん、でどんな機種かっていうと 6.67 インチの液晶ディスプレイ搭載で CPU にスナップドラゴン 720G を搭載、メモリは 4GB、 ストレージ 64GB、 一応上位モデルはね 6GB、 128GB っていうのもあります。でトリプルスロット対応でフラットカメラ搭載となっております。広角、超広角、マクロ、TOF カメラという構成で、うん、バッテリー容量は 5020mAh、 まあ、とにかくね大容量のバッテリーが魅力。カメラもなかなか綺麗だったよね。はい、まあ、普通に撮れますね、うん、で長持ちバッテリーなので本当にねあの1日中余裕で使えるというところは魅力かなと。ただその分重さは 209g とちょっと重いので、うん、ここだね、はい、注意をしてください。で IP 規格のね防水防塵には非対応、お財布携帯も非対応なので、ここはねちょっと注意が必要です、うん、じゃあこの機種がなんで2位なのかっていうところなんですけど、圧倒的に安い、これがねあのポイントとなっております、はい、で参考価格通常の定価は 24,800円、まあ、いわゆる家電量販店さんとか、はいはい、Amazon とかで買うとこのぐらいの値段で買えるんですけれども、うん、これでも安いね、はい、で OCN モバイル1、まあ、あの12月23日までセールをやっておりまして、まあ、一括220円と、はい、もう圧倒的に安い、もうこれはおかしいよね、まあ、これはおかしい。で新規 OK でしかも条件なしなので、うん、まあ、わざわざね乗り換えるとかそういった条件もなく、あの220円で購入ができるので、ぜひこの辺は ねあのチェックしてほしいなと思うんですけれども、はい、本当にねあの安い、今このランキング見てきた中で一番安い。カラーはグレーシャーホワイト、インターステラーグレー、オーロラブルーの3色展開となっております。結構ね値段が安い機種にしては3色展開なので、ね、うん、結構選びやすくなってると。確かにね、はい、その多いのは安い機種ってあんまりカラー展開ってされなかったりするので、うん、まあ、これをね比較的選びやすいカラーリングになっています。安いだけじゃなくて性能もしっかりしている1台欲しいという人はぜひねチェックしてみてください。それでは今月、まあ、2020年12月のね、まあ、第1位、まあ、今年最後の1位なんですけれども、はい、アクオスセンス4。あ、これね、うん、まあね、悩みましたよ。やっぱりミドルレンジって安さ一番っていうところもあったりするんですけど、まあ、うん、安心して誰にでも素直におすすめできる1台を僕は探していたんですよ。でもこれは私納得。あ、納得ですか、うん、はい、まあ、本当にね僕はこの1台本当に今年驚きました。もうアクオスの中でもかなりいいものが出てきたなっていう印象、ね、センス3からなんかレベルアップがすごいよね、はい、もうなんかレベルアップというかなんかレベチというかそうレベチなんですよもうなんかね変わったものが変わったみたいな、うん、進化なのかなみたいな感じになってるぐらい、まあ、違いがあるなと思っております。どんな機種かっていうと 5.8 インチのイグゾーディスプレイ搭載、 CPU にスナップドラゴン 720G を搭載しております。でここがね大きな決断だったんじゃないかなと僕は思っていて、はい、で今年あの前半にね Xperia 10 Mark 2あったじゃないですか、はいはいはい、Xperia 10 Mark 2が仮にねスナップドラゴン700番台を搭載していたら僕はねこのランキングに今入ってきてると思うんですよ。ああ、はい、665だもん
もんね。そうなんです。そこがねやっぱこのエクスペリアのミドルレンジとシャープのミドルレンジの力の差が出ちゃったなっていうのが、でもやっぱ快適さって大事だよね。もう大事なんですよね。やっぱミドルレンジとはいえある程度の快適さは欲しいじゃないですか。そこをねうまく答えてくれたのが今回今年のねこのアコースセンス4だと僕は思いました。ここはね大絶賛ポイントでございます。でカメラ構成なんですけれどもトリプルカメラ搭載しておりまして、標準超広角望遠という組み合わせ、今回ねこの望遠というところも一つ僕いいなと思っていて好きだね。非常にね使いやすくなった。でアコースセンス4プラスクワッドカメラなんですけど望遠は搭載してないんですよね。構成が違うんだね。そうなんですよ。カメラ構成も違うし、アコースセンス4プラスとアコースセンス4のね比較動画見てもらえると分かるんですけど、はい、撮った写真のクオリティが違うんですよね。全然違う、はい、センス4の方が明らかに使いやすいし綺麗なんだよね。そうなんですよ。まあこの辺ねぜひチェックしてもらえればと思うんですけど、なんでこんなに違うんだろうっていうぐらいはい、ここはね一つポイントになってるのでぜひチェックしてみてください。でバッテリー容量は 4570mAh、 重さは 177g。 ここはね唯一ちょっと重くなったのが惜しいなと思っております、でもバッテリー持ちいいんだよね。そうなんですよ。でバッテリー持ちがすごくよくって、本当に1日しっかり使っても十分耐えてくれるバッテリー持ちなので、まあ、安心して使ってもらえるのかなと思っております。カラーはライトカッパー、ブラック、シルバー、ライトブルー、レッド、ブルー、イエローの7色展開となっておりまして、レッド、ブルー、イエローについてはドコモオンラインショップ限定カラーとなっております。もうやっぱりねダントツカラーが選びやすいんですよ。多いね、はい。まあ、ここもね一つ僕ポイントだと思ってて、まあ、やっぱり万人に本当におすすめできて、でしかも自分のあった好きな色を選べるっていうのは結構ね嬉しいんじゃないかと思います。でその他に最大2回の OS アップデート保証、 IP68 防水防塵耐衝撃まで備えております、うん、お財布携帯対応で指紋認証顔認証対応で、モノラルスピーカーを搭載しておりまして、ステレオじゃないのでここはちょっと注意してください。イヤホンジャック搭載という感じになっております。いいね。非常にね使いやすいよね。まあ、やっぱ誰にでも素直におすすめできるのかなと思います、うん、両親にも勧めたいなという感じの1台です。で参考価格ドコモが 37,224円、 SIM フリー版が 39,490円となっておりまして、で OCN モバイル1では割引最大適用で 12,000円から購入ができると、はい、また出たばっかなのにね、はい、相変わらず安いという感じになっております、はい、なんかこれ期間限定じゃなかったですか。はい、こちらも12月23日までなので早めにねチェックしてみてください。まあとはいえなんですけど、ドコモがねそもそも4万円以下でこの性能とスペックを兼ね備えて出してきたっていうのも、うん、まあ一つね魅力なのかなと思っております。まあね本当に今年の2020年のミドルレンジのもう代表作と言ってもいい一台になってるのでね、ぜひね実機触って試してみてください。それじゃあ今買うべきおすすめアンドロイド人気機種ランキング、ミドルレンジモデル編見てきましたけれども、どうでしたか。いや非常にね2020年のミドルレンジモデルたちは出来がいいんじゃないかと。確かに安くて使いやすいやつ多いよね、うん、本当にねなんか性能の底上げがすごくって、もう本当に誰にでもおすすめできるスマホがミドルレンジモデルから出てくるとは正直思わなかったです、うん、はい、今回ご紹介したねミドルレンジモデルランキングに出てきたもの、本当にどれもいい機種なのでね、ぜひね自分の用途に合わせて選んでいってみてください。で一つね椿さんご相談したいことがあります。今ね僕は悩んでることがありまして今ねミドルレンジモデルランキングっていうのと、はいはい、あとハイエンドモデルランキング2つあるじゃないですか、うん、ハイミドルレンジモデルっていうねちょっとまた違ったなんだろう中間層のスマホが出てきちゃってるんですよね。ハイエンドとミドルレンジの間、そう、ハイエンドのような使用性能を備えつつ、うん、CPU はミドルレンジモデル向けみたいなね、うん、ちなみに椿さん、ハイミドルっていうのはピクセル5とかね、あれはもうそうなんだ、そう、ギャラクシー A51 とか、ミドルレンジじゃないんだね。そう、ミドルレンジほどコスパは良くはないんだけど、ハイエンドよりもコスパはいいみたいな感じなんですよね。でこれをさ、そのミドルレンジモデルランキングに入れるのか、はたまたハイエンドモデルと戦わせるのか、うん、まあ、もしくはもう別枠で一つランキングを作るのかっていうのを、うん、ちょっとかなり悩んでおりまして。そっか、じゃあこれは皆さんにもどうしたらいいか、はい、そう、はい、ぜひねコメントをいただければそれを参考にして来年からはねランキングまた作っていきたいなと思っております、うん、どんなね機種が来年登場するのか今からワクワク楽しみにしております。ご協力お願いします。よろしくお願いします。アクオスセンス4、レドミノート 9S が安くなっている OCN モバイル1のセール情報ね概要欄に載せておきます。各種レビュー記事、レビュー動画も合わせて記載しておきますので、そちらもぜひチェックしてみてください。もしこの動画よろしければグッドボタン、いいねもよろしくお願いします。ブログ、ツイッター、インスタグラムもやっています。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。